第13期以上了解 A リーグ実況の小笠原奈緒です。そして解説は引き続き A1 リーグ今野慎太郎が務めます。今野プロよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。お願いします。対局の準備整っております。第13期以上了解 A リーグ第6節3回戦東杯の開始です。立ち合いに広柴田の合図によって3回戦が開始されました。ちーちゃからトントン、なんちゃに南、シャーちゃに竹石、ペイちゃんにルミの並びです。なおルールは一発裏ドラのない日本プロ麻雀連盟公式ルールで行われております。シータクは最終戦の3回戦ドラがチュンとなりました。トントンの矢番、はい、トントンはトータル総評せず、あ、出てますね。出ましたね。出ましたけど違う、はい、あれ今あれいろいろ出た A1 でしたね。今 A1、A2 っていきました。煽られましたねちょっとさあトントンが、はい、トータルマイナス 47.6 で南が東の1個下ですね。もうその差は1ポイントない。そうですね、うん、なのでもう南さんはこのまんまね、はい、東さんを超えて、はい、さらにはトントンさんも捕まえてということですね、はい、2人は同卓なので、はい、逆に言うとトントンさんは、うん、まあ、これ以上は、はい、でもしもしも、はい、南さんに捕まったとしても、はい、東さんより下には絶対いけない。東さんより上で粘っといて、はい、あのもう一節ね対局がある菅原さんにプレッシャーをかけたい、はい、かけておきたい。そして竹石ももうプレーオフが見えてきてますよね。そうですね、この辺で、はい、ちょっと変わってくるかもしれないですね、うん、戦い方を、はい、ここまでちょっとカウンター的な、はいはい、うまく手がいった時だけ攻めるって感じでしたけど、はい、ちょっと余裕が出てきたんで、はい、攻めるかもしれないです、うん、見ていきましょう、はい、ドラがチュンとなっています。トントンはこの形のいいシャンテンで先ほどいいピンを切りました。スーマンを手の内に残す形、南もチュンとはならずにパーソー切りとなっています。3ピンもつもぎり、うん、3ピンをつもぎりしたということは、はい、入り方によってはチュンを打つ気があるということですね、はい、チュンを打つ気がない場合って先ウーマンを打つんですよね、うん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 、ウーマン打っといてこちらの形です、はい、この手ですね。ウーワン打っておいて、これ多分チュン打つんじゃないですか。チュン打ってのリャンウーワンリャンピンの変則3面チャにできます。ただここは考える南、やめてなのか、うん、ここはリーチです。なので今チュンを打つことは決めてたんですけど、はい、リーチをするかどうかは考えてたということですね、はい、チュンを切って泣かれなかったら自順つもぎりリーチとかそういう選択が生まれてくるってことですか、はい、あるんですが、それって結構弱くないですか、うん、泣かれなかったらリーチは、うん、そうですね、はい、ファンパイ切っての場合なんで、はい、そんなに高い手じゃないっていうふうに思われるじゃないですか、はい、だからそういうのそういう時は3色とか一気通貫とかできてて、はい、結構高い手なのにそういうことをやると逆をやるんですね。そう逆をやるんですよ。ギャップが大事なんです。相手からどう見られるかが、はい、それ報酬したらズンってきますね、はいはい、だからほら、うん、僕みたいに、はい、僕みたいに、はい、まあ、優しそうな人はわざとわざとすごい笑顔でこっち見てわざと荒ぶるんですよ荒ぶっちゃうんですよ皆さんだそうです、はい、あ、いい笑顔が見られております荒ぶるんです荒ぶっております。ただ A1 で荒ぶったところで誰も気にしてくれないですけどねだからおとなしくするんですけどね。気にかけてほしいですね。気にかけてください。注目してよと思ったのに、はい、みんなかぶせてくるんですよ。なかなかね、みんなかぶされちゃうんで。さあ、スーマンが縦に来たタケシ。イシャンテンですか。はい、チートイツのイシャンテンの場合。イシャンテン、チーマンを切ってイシャンテン取ります。はい、チーソー打ちたいとこですけどね。はい、南さんの捨て牌がもろいわゆる間4件になっているので、うん、安全度の方を高くと、はい、リャンウーマンリャンピンどうでしょうか。でもチーマンも取ってないですね。取ってないです、はい、なので竹石さんにしたら攻める気はあるんだけどより小さが危ないと感じているということですね。こちらの手です、はい、あ、テンパイ取らないですね。取らない。なので小さにくっついたらおお、っていうことですよね。うん、あの実際にはね、チーソー当たらないんですけど、はい、うん、これは意思を持った、はい、は
はい、ロスティハイ的には危なく見えると、はい、いうことですか。あのパーソーだけ切られてて、はい、リチゴに三蔵とローソーが通ってるんですけど、はい、47のとこだけね浮き出てる形なので、はいはい、まあ、先に切られてるパーソンの裏筋ってこともあるでしょうし、はい、よく見るやつですよね。この捨て牌で38が切られていると47が危ないと。ルミさんも一応テンパイ入ってますが、はい、換算ピンなんで、うん、場にすでに3枚切られてますね。役なしです。うーん、2ピンですか。チースを打ってれば上がってたんですが、はい、まあ、チースは打たない範囲なので、はい、中筋のローマンです、はい、そういうことですね。テンパイ継続できるかルミ。いやートントンさんイーシャンテンが引いてくれない。どうしよう。パピは現物、うん、3万も現物です。はい、3万数番通ってますので、はい、3面ちゃん残して、はい、そちらを切っていきました。これでリャンピンがなくなりました。南の町もうリャンウーマンもリャンマンが残り1枚、ウーマンも残り1枚と。二山です。切れますね、はい、いやーテンパ入らない。ダメ。相手は南積もれませんでした。トントンヤバンレンちゃんならず二人テンパイで流局です。南ルミの二人テンパイ、初の二人転廃。ファーストタイムですね。はい。と2曲です。南の矢番1本場。3万500点です。トントンさん嫌な感じですよね。はい。2人の差が18ポイントということで。今の曲もね、トントンさんやってることに間違いはないんですけど、はい、うまくついてきてくれないですね、うん、手配が。ツモがついてきてくれない、テンパしてくれないですもんね、はい、ペーから切り出していきました。トンは1枚たけし、海の元にも1枚、2メンツ完成しています。トントンはマンツで1メンツ、これはマンズのホイツまで見るんでしょうか。3トイツとなった南、流派を重ねる竹石です。ペンちゃんから、おお、ドラドラ、嬉しいですね。これはこれでトントンさんホイツいきそうですね、はい、南さんはこれで4トイツ、はい、チートイツを、あ、竹石さんトンが重なった、うん、もちもちですね。もちもちですね。これなんていうか知ってます？もちもちなんていうんですか。よくアラさんが言うじゃないですか。わらさん、アラさん、アラさん、もちんこ、タッチっていうらしい。あ、聞きました、はいはい、タッチだ、タッチタッチです。なんてなんでしたっけそれって。なんかなんかあの漫画のタッチから来てるらしいですよ。双子みたいなことですか。みたいなことだと思うんですけどね。あ、違うみたいですよ。違うんですか。一昨日の A1 で違うと。そのことを見たんですよ、うん、その場面、はいはい、覚えてないんです自分の対局一生懸命で荒さんそのこと話してたなと思ったんですけど覚えてないです。頭から飛んでる。なんか双子その漫画のタッチっていう単語だけ入ってて、はいはいはい、あ、それなんだなみたいな解釈をしたわけですね。自分の対局 の方を一生懸命見ちゃいますね、はい、竹石は流派のポンを入れています。テンパイ、あ、イーシャンテンか。イーシャンテンです、はい、何から来てるんですかね。ルミさん本一、はい、ペンツの本一まで生きるかどうか。ただトントンがマンズの本一で、あれテンパイですね。テンパイスチーマン、スチーマン、お、南さん危ないですよ、プラプラしてる。もうちょっと分かりづらいですか、捨て牌だと。というか、うん、竹石さんの方に目がいっちゃいますよね。危険ですねこれは、はい、だからトントンも闇点と。そうですね、これはいい闇点ですね、うん、これ当てちゃう、出ちゃった、これは大きな上がりとなります、うん、トントン、はい、イペコもつきますねリーチ、リーチじゃない失礼しました、ピンフ本一イペコ8000ですね。8000は8300、強卓の1本がついてきます。親番の南が宝珠に回りました。
武石に目が行ってしまったかといったところ、トントンの闇点が効きました、うん、なのでこれは、闇点を選択したトントンさんがうまかったですね、はい、あのマイナスポイント考えちゃうとね、はい、あの数万積もると倍満なんで、うん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 、リーチって打ちたくなるんですけどね、はい、状況をよく考えて、数万だと一通がつくんですか、はい、一通感がつくので、はい、積もると倍満ですね、はい、もう闇点で、うん、はい、満貫だけどしっかり上がりましたね、はい、特に今現状透明のライバルの南さんからなので、そうか、そういうのもありますね、これは大きいですね、大きい上がりです、残留に向けて大きく前進ですね、ちょっとほっとして安心、そうですね、うん、まあ、ただこのまま終わればっていう、はい、この回終わればっていうことなんですよね、はい、まだ安心するのは早いですね、このままもしトップで終われれば、うん、この回15、16ポイントぐらいプラスされるので、はい、トータル的にも、今30ポイント切るんですね、マイナス、はい、となれば最終戦ラスでも、大きいラスでなければ大丈夫ぐらいには余裕ができますね、あるので余裕ができます、大きな上がり8000でした。そしてトントンがいいシャンテンとなっています。ドイツのパーピンを嫌っていく両面両面のいいシャンテン、3ピンでも良かったですかね、おーパーピンよりは、はい、6チッポがあるということですか、あーそっか、二差しもあったんだね、二差しの方を見たんですね、はい、そうか、6チッパもあるんですね、形として、なんかあんこいいシャンテンとなりました、そうか、ちょっと面白い形ですね、はい、どっちの差、2差し、早い判断でしたね、はい、二差しと6チッパが見えると、あ、これでまた二差しに戻りました、うまくいきましたね、はい、貫禄も引きるのは南、単野をつけるか9万切り、武石もこの形のいいシャンテンの親番です。ルミはマンズの本一をしている、お、スーソースルー、お、スルーして入れた、お、これ強いな、かっこいいリャンピンを持ってきてのいいスーソーでリーチです。リーチピンフ高めがスーソー、タイヤを3色がつきます。トントンさん、これは羽前引きに行くリーチなんですけど、はい、直前にね、スーソー取ったんで、はい、何巡か闇手回りでしたね、お、それはスーソーを狙うという意味なんですか、そうですね、イーソーが出ても上がるんですよね、イーソーが出ても上がります、うん、上がるんですけど、はい、まあリーチ打ってもね、イーソー打ったら2000点ですから、はいはい、そこまで打点の上昇はないですね、はい、あの捨て牌的にね、ルミさんにみんな注目いく場面だったので、うんうんうん、うわあ、いいシャンテ ン, いいシャ ン, テン、そして南もポンをしてリャンピンとローソーのテンパを入れています。どこまで押していけるんでしょうか、南。南さんはそうですね、ある程度押すと思いますけどね、はい、だ逆に言うと数層は止まらないと思います、危ないですよ、まあそれはね、もう勝負なんでね、はい、勝負どこなんで、はい、南さんにすれば満貫取り返すチャンスですし、うん、トントンさんにすれば突き放すチャンスですし、はい、結果がどうなるかはまた別です、わかりません、南がこの手ドラドラです、うん、チーピンも行きましたゴリゴリ来てますから、こうなると竹石さんはちょっと押されちゃいますかね、はい、あと、うん、テンパイペンチーマ ン, ン, ーマン通ったばっかでしたか、漫画のテンパイ売れました、勘はしません、チーマンは通ってないか、現在3社がテンパイです、おー、強気に行きましたね、竹石さん、ギャン嘘で追っかけリーチ、竹石4社がテンパイとなりました、酸素いけないカルミ、ドラはローソー、さあどうしますか、厳しいですか、ね、この酸素押すのもあるし、はい、いきません、まあ親リーっていうのもあるんですかね、ここに対してリーチをかけてきた竹石ですから怖いですよね、おー見事、はい、ここは竹石の上がりとなります、リーチドラ1,3900の出上がりです、うん、これはリーチした竹石さんがね、はい、お見事でしたね、はい、やっぱり前回はね
結構大きい浮きの2着取れたんで、うんうんうん、余裕ができてきましたかね。やっぱチェンジしてきてますね、はい、戦い方を。トン3局の一本場となります。武石の連チャン中、ドラが急走。ソースで一面通完成。ルミはナンがあんこになりました。シャーも統一でどこの色を嫌っていくか。 G マン管理はそう引き入れてな。トントン、ドラが急走なのでローソンから。もうトントンはいいシャンテンです。今の曲見てると、はい、まあ結構やっぱり変わってきてますよね、1、2回戦とは。変わってきてます、はい、戦い方が。ルビさんももう下を見出しましたよね、うん、2回終わって沈んでますので、はい、そこで9万から切っていくと。もうテンポ入れてましたが、漫画の、はい、上手に染めるのはルミ、うん、これってルミさんが上手に染めるのって、はい、多分守備的な面も含めてなんですよね。打点の上昇というよりは、打点の上昇というか手を遅くすることによっていつでも引ける状況を作るって意味もあると思います。で上がれれば高いしと、はい、で誰かから攻められても降りるのは困らない、はい、そうですよね。試合が何があんこです。 1,2,3 の3色が見える南です。サークルかソーズ、どこをくっつけるか。トントン、できたぞ、いいシャンテンだ。ツーマンから危ない方から処理していきます。うん、やっぱりそうですね、今トンから来ましたね、はい、リーハたちは1枚ずつ切れてるのに、うんうんうん、ションパイのトンから切りました。それはやはり守備寄りの要素が強いと、はいね、そしてトントンがドラにパースを重ねてペンチーソーでリーチ、うん、ペンチーソーで第一のローソーなんで、はい、まあ、若干薄まりますかね。ただドラキューソーなんで、はい、そこまでの効果はないですかね。不手配はちょっと怖い感じなんですが、ただつもぎりが続いていたと、はい、ロミさん今いいシャンテンになりましたけど、はい、チュンぐらいは行くかもしれないですが、それ以上行くかどうかは、って感じですかね。竹井さんは抜きました。南ドラ切り、はい、もう南さんは一局も無駄にはできない、はいはい、だトントンさんのリーチはチャンスなんですよね。うん、そうか、そういうふうにも考えられますね、はい。これはこういう結果になりますね、はい、このチーソーがトントンの上がりとなります。リーチドラ2600です。南も3色いいシャンテン。もう南さんからすれば、はい、あのチーソーは危ないのがね、はい、もう100も200も300も承知なんで、うん、これでトン4局、はい、ルミの野蛮となります。ドラがペー、シャーから切り出していきます。南はドラが1枚、お、ドラがばらけていますね。三者にペイがばらけています。パーソーが縦に来ました。3と1、南は形が整ってきました。そうですね、はい、まあ、トントンさんは別としても、はい、東さんよりは上に行きたいですからね。行きたいですね。現在 15,400 点だ
から素点的にこのまま終わるの終わってしまうと一番厳しいです、ちょっと厳しくなりますよね、はい、一人沈みで攻めて二人沈み、まあ、ラストだとしてもですね、はい、二人沈みで2万点ちょっとは持ちたいですね。まだ親場は残っています。そうすると最終4回戦が、はい、まあ、大体トップを取れば、はい、東さんを逆転できるようなポイントになりますので、このまま終わってしまうと結構大きい突破が必要になってきますので。そうですね、3回戦が始まるときにはもう東にかなり近づいていた南です。しごろが見えるか、ルミが泣きを入れました。カンチーソの地位をしてる6級間の天敗手の内で流派があんこです。ペを合わせる、南を合わせません。南さんは少しでも打点を上昇させたい、すで、はい、に親番のルミが天敗、はい、イペコができました。南はイーション点となっています。ルミさんもね、これ多分例えば南さんからリーチ受けたら、はい、さって引きますよ。おお。手の内で流派があんこだからこその仕掛けもあるんでしょうか、はいはい、そういうことですね。お、嘘をつもぎりにしましたね。チートイツは見ないと。メンタンピン、イペコ、どうでしょうか。三蔵はつもぎりですか。はい、つもぎります。竹内さんもイーシャンテンですね。イーシャンテンまで来ています。はい、どうでしょうか。竹内この形のイーシャンテン手の内では6級満2枚使われ自身で1枚使っています。え、小山さすがにカンウアン2枚切れカンウアンの取り位置いけず、はい、南は闇天ダイヤをイペコ現在2人が転敗。でもこれ手返りしちゃうとね、補充しちゃう可能性もあるんですよね。ローマは補充牌になってしまいます。ウーマンは2枚切れということであと1枚竹石なかなか入りません。ここはソーズ両面を払っていきます。ウーパーソーがもうウーソーが4枚ぐらいになっている。リーチ打つタイミングないですかね。南さんは打ちたいですか。打っちゃう手もあります。打っちゃう手もあると思います。あ、これは大丈夫、耐えた。いや、まあ3万が3枚切れましたからね。ここはルミの上がりとなりました、はい、流派1500です。竹石天敗を取っての補充です。これでトーン4局1本場ルミの連チャンとなりました。3回戦ルミさん後継ですね。はい、ドラが3万1メンツ2メンツ完成。イーピンからですか。はい、端っこのイーピンからトントンもピンズの染め手が見えるか。ドラは3万です。まあ急走あたりですかね。はい、端配の急走、はい、白がドイツは南、南さん三色ちょっと高くなるのには時間がかかりそうですね、はい、ルミは1通が見えるか。もうトントンさん PF でも OK なんで、はい、
さんはリーチ棒を出さない手作りをしていきたいんですよね。はい、竹石ですね。はい、いやリーチと言って手を変えられなくするのはしたくない場面なので、うん、ドラドラ、まあ、急走ですか。竹石がドラドラとなりました。あら、残すトンペイ、ナンシャ、うん、まあ、トントンさんはトン鳴いて、はい、先手 OK ですね。はい、現在またトンバです。789、うん、イーシャンテン、はい、ペンチーマン、ペンチーピヌ、イーシャンテンはこれでもなんかシャー、まあシャーですか、積もりました、はい、それもありますね。サブローピン、はい、だから、ね、この状況でローワンチーワン打って本一に行っちゃうのがちょっとやりすぎっていうことなんですよね。いつもなら行きたくなりますけどね、はい、いつもなら行きたくなりますけど、まあ、そういう状況ではないと、はいはい、これでパワー1捕まえていいシャンテンですね、はい、トンのポンテンが取れます。トンはルミの元に1枚、はい、リャンピを先に処理。このトンがいつ出るか。これシミアに打つの、ああでもそっか、サブロピンチもあるんだけどペイがね逆ではないんで、はい、それはさすがにないかな。ただトンのポンは 100% すると思います、はい、これはいいペイコを見てウーピンを残します。ペイが2枚切れたりしたらサブロピンチから、チーもありますね、全然あると思います。南関ローピンを引き入れました。いいシャンテンでイーバン打ちたいんですけどね、うん、まだ3色も見たいと、はい、もう見ざるを得ないんですよね、はい、一応チートイツイーシャンテンで残しましたか、はい、チートイツのイーシャンテン、アピが縦に来てトンを放つんでしょうか、うん、打ちましたね。これでポンってですね、トンをポンしてテンパイです、はい、トントンがポン、サブローピンのテンパイです。トントンがポンポンです。トンをポンです。あ、これで 1,2,3 できました。待ちに待ったローマンですかね。ローマン、ローマンで、ね、行きましょう。行きました。ローマンちょっと怖いということですね。うーん、怖い、うん、あんまり怖いとか言ってる場面で、ああそっか、もうそういうのも言ってられない、はい、まあ、ほんのちょっとだけ筋ですね、はい、まあ白の方がちょっと嫌ですよね、打ちづらいですよね、はい、あ、テンパイです。リャンワン、テンパイ、ね、リャンワンのテンパイ竹石役割です。あれ、これトントンさんリャンワン打っちゃうとまたちょっと寒くなってきますよ。掴むと、うわー、トントンさん、うわうわー、きつい。まだ休めなんで。でも高いピンフドラドラ3900、なんで潜んでるのと、うん、まだ3942、まだいいんですけど、3900で助かりましたけど、いやちょっとやだ。これがあるんですよね、はい、トントンは親番を迎えます。難入だけど、竹石さんは、はい、もうこの曲リーチを打つことはありえないんで、はい、あそこもケアしなきゃいけないですよね。ただ9-1がね、そこまで強い範囲には見えてないんでね。それがね、はい、もっと強ければね、はい、分かりやすいんですけど、はい、難入でドラが打うそうです。南は白が統一、シャーも統一、打点が見えますか、うん、今回は、まあ、本一行くしかないでしょうかね。ピンズの本一打点にするには、まあ、ローソンにドラが1個くっつけばね。そうですね。ただ竹石さんが良かったですよ。あららら、らなんかすごかったですよ。竹石はシャーチャー、二刺しの三色のドラドラみたいな、ふタンヤモピンホンイケコもあるぞみたいなこちらです、こちらです。なんだこの手は、ドラドラで最高ですね。これまた潜まれますよね。これは潜んじゃいますよお、南が仕掛けを入れました、うん、白のポン、はい、2枚目というのもありますけど、はい、はっきりさせちゃった方がいいかもしれないですね。はっきりというのは、あの周りに勝
ね、あの、うん、周りは早く進めたいわけなので、はい、周りの足を止めるためにね、うん、私行ってますよっていうのを見せちゃってもいいかもしれないです。そうですね、マンズで次は想像を払っていくと。トントンが親番、ドラです。2000点いた仕方なしですかね。はい、まだ親番ありますし、はい、でいいシャンテンですか。いいシャンテン、ハンローピン換算層。ただここは親番とはいえ、はい、もうすでに南さん仕掛けてるので、カンチャンでリーチは打ちたくない場面ですね。うん、もうちょっと後継ならいいんですけど、来そうですもんね、南が。そうですね、シャアのポンも入れました。2フーロ、うん、南はいいシャンテンとなっています。来た、ベンチーピーのテンパイを取ります。うん、これはピンズが待ったように見えるんで、はい、ここから皆さん対応じゃないですか。はい、竹石も勝負手なんですけど、どうですかね。まああんまり関係ないですね、竹石さんもすでに。もう今ルミさんあっさり上手くなりました。筋にはなりましたが、はい、出づらい牌です。竹石さんも今 G1 が通ったから G1 ですね。はい、トントンさんもピンズとチューンは打たないと思うんですよね。ローピンはつもぎりとします。はい、あ、これですね、当たり牌、はい、打ちません。はい、これでチーピンが残り2枚。おー、チューンよく押しましたね。勝負してますね。勝負してますね。ただリーチ大手図なんで、はい、ガンローピンは捕まえられませんでした。連覇入れてチューンの勝負。これでガンローピンなくなりましたね。あら、やっぱ苦しい。なんだパマン、GP は残っています。2対0、南は出上がりも可能。トントンさん次のピンズ行くかどうかですけど、ね、G ピンとか持ってきたらどうするんですかね。筋にかかってるんですけど、チーピンはさすがにもうやめれるかな。新しい筋というか取ってないやつは、はい、やめたいですね。最終手出しが3ピン、まあ、その後ね、スーピン、ロピン、ロピンとつもぎりですが、はい、あれだけピンズが余ってるの見せられると、はい、押しづらいと思うんですけどね。むしろチューンよくいったと思うぐらいですから。そうですね、白シャアと仕掛けを入れています。南です。このヤンピンは気持ち悪い。最終手出しが3ピンでいきました。3ピンは3枚目。うん、なるほど、どうかな。どう、スピアゲームツ、あー、そうか、ここはチーピンの方を切ってしまい、南の上がり。いや、だからこれが、はい、あのさっき言った質の悪い方順なんですよね。結果2000点で助かってるんですけど、はい、もちろん満貫級でもねおかしくないですし、はい、今スーピンは通ってたんでね、はい、スーピン切るべきですよね。そうですね、両面に変わったからって思ったん、やめに変わっても出上がり効かないんで、うん、そうですね、そっか。でこれ結構隙を与えちゃうことになって、うん、ここでもし南さん4セオールとか積もると並ばれちゃうんですよ。はい、はい、一気に、はい、何局で南の親番が来ました。ドラがパーピン、流派を重ねたトントンです。流派はすでに1枚切れ。ローピンが縦に来ます。3と1の竹石、
南は17,400点。レンチャンしたいとこですね。レンチャンしたいですね。レンチャンどころか上がりたいですね。はい。お、チートいつか。まだ南はチャンスありそうですか。いやー、チャンスはありますけど。うん、ローマを引き入れるトントン、うん、お、一歩前進です。ドラを持ってきた竹石、これでお、ドラは切らないということですか。はい、スーピンをつもぎる、はい、受け入れが広くなりましたね。はい、リアンシャンテンです。何でしょうか。リアンマン、やめよう固定。お、いいシャンテンですか。はい、カンチーピン裾のいいシャンテンがトントン。南さんはスーピンが薄いんですね。リャンピン引ければいいですけど、リャンピンは結構残ってますね。残ってますね。4山、それか上に伸びてゴロチの3色になるとか、はい、トントンさんもこの形だとね、ちょっと難しいんですよね。役なしでリーチを打つのか、はい、例えばリューハーが出た時仕掛けるのか、はい、難しいな、ちょっと難しいですね。もう1枚目出てますもんね、はい、決めないと。チーピン引いてくれればね最高です、はい、リーチ打ちやすいですけど、はい、南さんいいシャンテン、いいシャンテンとなりました。リャンカンリャンメン、近藤さんならどうします。この流派出た場合、いや泣かないですね。泣かない、安全牌なんで。はい、あ、これがリーチだ。ウーピン切ってリーチだ、そうなりそうです、うん、ウーピンを切ってのカンリャンピンでのリーチです。リャンピンはまだ山に4枚。まあそれはあまりどちらでもいいことで、はい、南さんはここでリーチを打つことによって相手の足を止めて連チャンということが大事なんで、南さんはこの局に関してはやるべきことをやったと。はい、リーチを打って連チャンをする。おお、リャンピンツも一発はつきません。このルール、リーチツも、はい、センオールで連チャンです。親番連チャン難局の一本場、南加点を続けていきたい。ハイパイはどうでしょうか。ドラがスーピン、南は21期生。白が統一、ドラが1枚、ペイも統一。お、あとはどうでしょうか。あとは今一つか、うん、動いていくんですかね。そうですね、ただ南さんの打ち方からすると、はい、なんかこの状況でも、はい、白1枚目泣かない気がするんですけどね。どうでしょうかね。さすがに泣くのかな、どうでしょうか。なんか今まででも、はい、まあ、今日ですね、はい、泣いてもおかしくないようなところを1枚目スルーしてきてるんで、うん、はい、だからね、ファンパイの統一とドラが1枚あるんで、うん、4戦オール、まあ、3期オール含めてそれぐらいまでは見えるわけじゃないですか、うん、はい、ギリギリまでそこを見るでしょうかね、うん、そしてどっしり構えられるのはすごいですよね、はい、白1枚目スルーしてもう絶対焦りますよ。焦っちゃいますよこんな場面もう絶対レンちゃんの方が先に来ちゃいますね、うん、ロマヒレル、はい、伸びてますね。伸びてます。スモア伸びています。スーソーが縦に来て頭ができたの竹石、7、8、9ビテチーワン、はい、9万は残します。リャンピンが縦に来ました。
3と1のトントン。わー、きた。おー、ナイスな白あんこ。これでいいシャンテン。つもりさんあんこでリーチとかもあるし、ドラッグつけても OK ですし、はい、なんだったら一気にいっちゃいます、はい、っていうのもありますよ。はい、さあ、トントンが泣きを入れたペンサンマンの地、いやちょっと、ね、どうなるかな、どうかな、チュンがどこにあるかですね。はい、いやどうする、ドラ打っちゃうのも手ですけどね。しかも3万入ってた、ビントントン、はい、あ、ウーピン流してる、ウーピンが流れたが、うん、ドラのくっつきは防いだ。はい、さあどうなるか、どうかしら、これ何が流れる、何、リャンソー、あー、リャンソー、あれでもリャンソーですよ、あ、でも先にウーピン来ちゃうんですもんね。ウーピン来て、そうですね、そっか、リャンゾーになりそうですもん、あ、でもまたウーピン引いた、リャンゾーになりそうですもんね、はい、パワーワンとかペイよりもペイが1枚切れてるんで、ペイペイって言ってたら、はい、取られてますね、すごい取られてます、取られてますけどね。お、痛風ロメです、これでいいシャンテンですが、役がない、チュンの後付けです、役がなくて、南さんから見た時ですよ、うん、もうファンパイもないんですよね、はい、チュンしか、カンサンマンの地位をして電波を取りました、竹井氏、カンサンそうです、うん、竹井さんも、おや、もう危険なことは、はい、とっとと、お、泣いた、もうこれはね、スピードを合わせないと、はい、サブローピンの天敗です、はい、役割上がることができます。さあ竹井氏、親から泣きが入りましたが、どう考えるでしょうか。うーん、うわー、どう、ドラが重なる、まあ、包丁回避もできましたね、はい、竹井さんも次の牌いけるかどうか、はい、リャンピンリャンピンと切っていきます、積もりました、1300オール、南の上がり、テンパネです、意外と大きい、はい、役牌ドラ1、1300は1400オール、じりじりきますね、きてますよ、いや、トントンも焦りますよね、もうポイントが分かるだけに、何曲の日本馬です、ドラガペ、現代3回戦、南さん九州っぽい感じですけど、え、1,2,3,4,5,6,7,8,9 ありますね、うん、ありますよね、流しますか、はい、流しそうですね、これは、うん、もうこうやってるとね、さすがに流しそうですが、九州10杯ですが、あれ、わかんないですよ、いったー、しかも第1の3万国士一直線ですよ、これ周りはわかりますね、これこれは決めに行きましたねすごい、そうなんですか、この親番が落ちてもいいと、そう、もうそういうことですね、決めに行きましたね、あ、でもピンズちゃんも切りますね、これ行きますね、怖っ、自敗が6種あるので、はい、うん、それもあれですかね、自敗がいっぱいあった方がいいんですか、いっぱい、まあ先に捨てられやすいじゃないですか、それが筋が種類がたくさんあるので、はい、何も重ねた、うん、これは方向転換しないですね、次統一できたらちょっと分かんないですね、はい、4統一になるんで、はい、トイとかチートイツも十分狙えるので、そうですよね、打点もありますし、はい、先にどっち行くかですかね、いいピンです。これはいきます。リアンシャンテン。あらら、9ピンがもうすでに2枚切れ。2枚切れ。残りが9ピン、リューハー、9層ですか。はい、9層も2枚切れとなっています。ここに9層がまだある。9層が山に1枚。はい、残り1。リューハー切られる。お？トンが重なった。どうしよう。なんから、ちょっともう国士1本ですね、1本で、はい、まあ、少しでもぼやかそうというところですね、うん、そもそも本一っぽく見せようということですか、そうですね、そんな感じかもしれないですけど、あ、これは残すんですね、じゃあ3品ですね、はい、あ、トン、さらにトン、
決め打ちですね、はい、そうですね、終盤にテンパイが入った時に、うん、少しでもこれが効いてくることはありますから、はい、なんか私とかは当たったら嫌だなと思って3品とか嘘を嫌いたくなっちゃうんですけど、すぐ、はい、まあ、それも含めてもう勝負手ですよね、うん、今期の女流家はまだ一度も役満が出ておりません。あ、本当ですか、はい、言われてみればそうなんですよ。あら、たけしさん天敗ですね。ペン三万の天敗、今回も潜んでおります。三万がすでに一枚切れ、想像が余った、間違いを考えてますか。シャンポンですか、役なくなっちゃいますけどね。E1 が1枚切れ、コークは役なしに、シャンポンにとって闇点、はい、2万9万のシャンポンです。E ピンはいらないけど、はい、はい、急走がまだ1枚、リュウハが、リュウハがまだ2枚、3枚、3枚残ってますね。うん、9ピンが、あ、2本足んないあと2本、お、1つになりましたね。おお、どっちにするか、椅子違うんですかね。お、サブロキューマ、サブロキューマの方です。南さんの現物ってことですかね、はい、はい、場的には椅子違うの方が良さそうなんですけど、はい、南さんを見て打ってっていうことですかね、うんうん、親の南の現物、はい、合わせていきます。南がなかなかね、手が進まなくなっちゃいました。うん、トントンさんはいいシャンテン、どこを嫌うか、スッチーマン、パーピン、パーピンの方を選択、うん、ダメ、こっからが進まない。急走、あ、これ行きました、なくなっちゃいましたか、なくなっちゃいました。ルミの元に1枚あるので、はい、転廃できるかどうか。ルミさんからは怖くなくなったわけですね、はい、万が一がもなくなったので、はい、竹石もやはり転廃入ってそうですか。そうですね、うん、ルミの元に3万が来ます。急走、まあ結構強いですよね、はい、あの告知って意味だけじゃなくても、はい、さすがに白気持ち悪い。まだいきます。竹石さんから4枚見えてないんで、ルミさんからだけなんでね、はい、見えてるのは。のこの3万、竹石の上がりとなりました、うん、はい、ピンフ線は1600です。海の宝珠で竹石が上がり、南三局に。いや、南が思い切っていきましたね。いきましたね。九州で流せるところ、うん、ちゃんと数えてましたからね、九州、はい、竹石の親番ドラ三層、九州で流したらどうなったか見たかったですね。結構な人が流しますか、あれ。流すような気しますけどね。あの役満が必要っていうほどの状況ではまだないんで、はい、曲がったら大きいですけどね、はい、まあ、上がればもう残留は決まるんで、狙いたい気持ちはもちろん分かりますけど、はい、あれが子とかだったら、子供とかだったらやってもいいね。子供にどうでしょうかね。親番がない子供だったらやって、うん、まあ、どっちかな。親番があってもやる、あってもちょっと余裕がありますもんね、まあ、親番あると思えば、はい、余裕があるからやる人もいるし、余裕がないからやる人もいるし、はい、どっちだろうな、まあ、人それぞれだと思うんですけど、はい、南は国士を狙ったと。ただね、国士無双上がれる確率考えたら、はい、まあ、流す方が、うん、うん、賢明とは思いますけど、
トントンさんリャンシャンテン、はい、リャンウパーピン、カオソリャンワン、ジュンのポン入れたのはルミです。カオソ引き入れたトントン、これでいいシャンテン。でルミさんも今チュンポンしたんですけど、はい、これは、はい、手の中にトンが2枚あるからなんですよね。 あるからこそ仕掛けやすいと、はいはい、まだなんでトン2枚切れなんですもん。あ、これもそうですね。あの上がることだけ考えたら、うん、あの効率が悪いんで、はい、ただトンが2枚あるからこそ仕掛けられる安全第一、うん、パーピンも切ってスリムにしています、はい、もうガリガリにしますよガリガリにスリムにスリムにそうスリムガリガリですよさあ仕掛けが入ってたけし考えてのリャンマン切り。もうだからこっからさらに手配短くもしないような気しますしね。ペンチソーとかでも泣いていかないと、はい、泣くとしたらテンパイですね、うん、もうこの段階では泣かないと思います。パーマン固定しました、はい、トントンさんもね311なんで、はい、ここは1000点でも2000点でも欲しいところですね、うん、1000点上がって321になっておくと、はい、万願積もられてもね大丈夫、再現点残るんで一シャンテン目いっぱいに受けたってことは、はい、これはリーチかもしれないですね。いきそうですね。間違いよければテンパイですよ。いや一手代わり3色しかもドラ引けばっていうね、そういうことでやめてん、はい、点ですね。ドラ引きが大きすぎますね、はい、三色が明確ではないからリーチという判断もあるんでしょうか。明確ではないからリーチと言いますと、あの三素入ったところで、ああ確定しないってことですか。はい、確定してないので、はい、もうリーチを打ってしまうという判断もあるんですかね。もあると思いますし、うん、ただツボで300、500でもあ、そっかそっか、まあ、リーチ打たないで、はい、一番怖いのはリーチと言って、はい、あ、お、泣いた。9番来ましたね。これは順目が進んで、はい、足りるからですね。おトントンと、はい、足りるから、うん、もちろんロミさんもこのまんま終わるよりは浮いて終わりたいですから、はい、南もテンパ入れています。カンローマン、はい、現在2人がテンパイです。お、なんだ、危ないってことか。レミさんに気持ち悪いですね。あ、確かに捨て牌がおかしいですし、いいそう、先切りパーワンしといて行きました。 9-1 ポンですよ。おかしいな、いいそう出るんって言われたら翻弄とはついちゃうんですよ多分スーツを取ってるわけですからね、はい、ウーワンとパーピーのシャンポン待ちに間違いです。シャアは2枚切れ。わあ、危ない、危なかった、処理きた。イーソートトンのシャンポン待ちです。現在3社がテンパイを入れています。リャンマン上がれないんです。うーん、役がないトントン。どうだ、おっ、ツモじゃない、あ、安全の方ですね、はい、ペイの方の方積もりました。南、ここは南の積も上がり300、500。300、500でも大きいですね。はい。南さん最後1326オッケーですか。おお。トントンはもう3万。301ですね。100点。308か。308。なんだなんだなんだ。うん、南さんこれ1326で。トントンさんを逆転してさらに沈めて自分が置くという最高じゃないですか。最高、最高ですね。1326最高、オーラスとなりました。トラガッペ嫌ですよね。あのリャンマン中出されてローンできなくてその後上がられるみたいなの、ね、よくありますよね。よくあります。うん、あららら、じゃ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 、1326見えました。
メンピンツモイペコ、ね、はい、それか、はい、なんか白重ねて本一点とかね、想像の本一みたいなとこですか。あ、これでもうじゃあ、うん、まあピンフィーペーコー、はい、ないしは伸び方では面単品、面単品もありますね、はい、そっかそっか、伸びたイーシャンテンですね、はい、早くもイーシャンテン、ランカン、シャンポン、バービーが重なったのはトントン、あ、どうしよう、まあスーピンといって、はい、あ、染めてもまだ見ると見てもいいかな、まあそれかリーツも白、はい、テンパレでも OK なんですよね、リーツも白、はい、だからいろんな意味でスーピンと、おー、貫禄引き入れてのリーチ、イーマンと流派です、イーマンしかも2枚もないですよ、すでに切れてました、はい、本当だ、ということはもう折りなさいリーチですね、うん、私親ですよ、折りなさいと、そういうことですよ、1000点出ましたよ南、はい、なので南さんは、うん、もうそんなことを言ってる間につま上がりでした、はい、リーズモ流派2600オールテンパネです、いや、ルミさんもこれ大きい上がりですね、はい、イーマンがもうなかったのにリーチを打って流派のつま上がりとなりました、はい、これはルミさんはほぼ高級はなくなりましたかね、はい、最終戦はもう一回大きいトップを取ると上を狙えるような感じになりますかね、はいはい、上が見える、はい、南四局の一本場です、ルミのレンチャン、ドラがウーソー、2、6オール積もられて南は 23,100 点、トントンも沈みになっています、 28,200 点、南さんは1000、2000でトントンさん逆転しておくか、はい、まあ、やっぱりできれば満貫積もですね、うん、ちょっと苦しい、トンガドイツ地風のシャアから打ち出していきました、竹石さんも沈みたくない、あーでもいいですね、ルビさんが身が整っているか、トントンさんもいいですね、はい、一面つ完成しています、竹石はちょっと苦しいかな、じゅんちゃんちゃんた、ドラが1枚のトントン、刺し子の3色、刺し子まで、はい、お、じゅんを重ねました、本一までいけるかどうか、薬杯本一、はい、おお、はい、リャメリャメのいいシャンテン、どんどんこれを上がれば浮きに、はい、南さんも来ましたよ、南もどうなるか、このオーラスです、ルミさんも来ちゃいましたよ、来てますよ、来てますよ、竹石だけが苦しい状況か、なんなら竹石さんも受けてます、受けてますねというか受ける準備をしてますね、はい、危なそうなところは先切って、うん、備えてます、はい、こういうとこも素晴らしいとこですね、そうですね、ドラです、まあ連造ですかね、まあローピン打つ手もあります、ローピンでした、地頃だ、ローピンチーまでありますかね、トントンですか、はい、トントンさん、ローピンチーして2000点は浮きに回るんで、はい、わーリーチきた、ヤンウピン、スーソーの方が入ってドラが出ない形でリーチです、リャンウピンのウーピンが高め、これはサブロ9ピン、よ、勝負勝負、ピンフドライチ、あ、リャンウピン捕まされる、南厳しい、うーん、まあ南さんまだどうなる、まだ何が打てるので、はい、6球ピンなら3色、そうですね、まだ何が打てる、はい、ただこの後ですね、うん、どうなるんでしょうか、う、押してる、お互いにピンズです、これでわかる、あー、いやだ、
あ、数ワン打ったってことは多分これやめるまでありますね。あ、素晴らしい。ということはトントンさんが先つかまなければいいですけど、はい、そうですね。枚数的にはどうでしょうか。3ピンが残り1枚、ローピンが残り2枚。残り1枚じゃないですか。ローピンが残り1枚、はい、9ピンが2枚ですか。2枚ですか。あ、南さんもやめましたね。はい、4枚ですね。サブロッキュービーは。いや、チーソー、おー、した。言ってる。言ってますね。いや、この、勝負ですね。いや、ここをせるのは、はい、すごい度胸ですね。そうですね、トントン。怖い場面です。親のリーチ。あ、ただ積もるの悪みです。三崎役ゴルフ。強い、面談ピン積も、ドライ1です。4000オールの上がりです。あ、失礼しました。メンタンツモドライチの3級オールです。3900円ですね、これ。はい、ルミさんはこれで、30のプラスか。あら、ルミさん今度は上ですね。プレーオフが見えてきました。目まぐるしく変わっていきます。はい、南さんはちょっと浮くのが難しくなってきたので、はい、まあ、着順上げて終わりたいですね。はい、もうルミは一人浮きとなっています。はい、ダブナンが統一のトントン、どういった手を作っていくんでしょうか。まずはシャーから。南は2メンツすでに完成しました。うまくいくと晴れ晩まで見えそうなんですね。メンタンピンツも3色ドライチみたいな。羽も上がると浮きです。そうですね、決まるか。そうなるとトントンは嫌ですよね。トントンさんは厳しいですね。ねえ、さっきもね勝負していったんですが、上がったのはルミの方。コロチの3色山を積もぎります。いや、ゴロチが難しくなっちゃったんですよね。ウーピンがなくなっちゃいました。はい、あら、ルミがあんこで本当に1枚と、はい、あ、メンタンピンイーペーコドラ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 さん、何仕掛けました。はい、何のポンです。手の内ドラが1枚、ね、はい、いいシャンテンではあります。 あんまり嬉しくないいいシャンテンですね。 ウーワンが欲しい。はい、ウーワン先に来て欲しいですね。流派を重ねたルミ、ルミは親番、換算層引き入れます。いいシャンテン、いいとこ引きましたね。なんでしょう、ウーマンチーマンだ。嬉しくない。これだとリーチをしたとして数層積もで着順が上がる。手にしてウーマンが来れば。そうですね、はい、あの積もっちゃったらローワン切り振り点リーチもありですかね。うん、海さんは手が広くなりました。はい、チマ泣きましたね。泣きません。え、チマ泣かない、なんで。止めたいんだ、浮きたいんだ。浮きたい、なるほど。え、浮きたい。うわ、これ怖いな。浮きたいって、浮きたいってことですよね。ですね。これがうまく決まるといいですけど。いや、決まると大きいですけど、うん、その分リスクもありますね。はい、まあ、リスクは承知ですよね。カンチーソーテンパイ、カンチーソーテンパイはルミ闇点です。役割
すでに店舗を入れている南。武井さんも広くなりました。はい、いいシャンテン。むしろ678のいいシャンテン。六十歩。じゃん。ドラはまだ二枚ですね。チーソ掴んだ。打った。チーソ。ルミの上がりです。2000は2600、はい、あ、リュウハドラですね。ドラ1か、はい、じゃあ4、3級か、3級は2500ですか、はい、ルミさんは22の34。さあ、南4局の3本場となりました。ドラが3品、三者がちょっと接戦になってる状態でしょうか。点数的にはどんどんの手配、マンズが多い形、染め手を狙っていくんでしょうか。南はピンズで一メンツ、ドラが絡んだピンズの一メンツです。ルミさんは29ポイントまでトータル来ましたね。あ、トータルポイントがプラス29。29ですか。29です。現在プレーオフの8位は二階堂亜希、プラス 41.7。 染め手をするトントン。ただファンパイもドラもないので、はい、泣いていくと安いですね。ぐっと安くなっちゃう。どうしますか。お、伸びてきた。一通は見えるか。レアシャンテンです、ね、はい。リュウハの仕掛けを入れたのは武石です。武石さん勘弁してくださいって感じですね。終わらせましょう。もうやめましょう。シャーワンコに今リャンマン9万3万も OK、 3万もチーマも、うん、そうですね。お、トンをアンコにしました。自家製のトン、うわ、どっちにする。つもりさんアンコにしますか。おー、しない。まあでもペンチマンならやめてんですね。はい、ただチマンなくなっちゃいましたよ。うーん、今シャンポンにしてるともしかしたら南から出てましたかね。かもしれないですね。全敗です。チーマンパーマーのシャンポン待ち。あー、ね、危ないかも。あ、これは裾にくっつけば、そうですね、うん、重なっちゃうとダメそうですね。はい、これパワンだ、うん、出ないですね、はい、手役ですね。1通と3色どっちかにしたいと、はい、トンが4枚来ているルミ、緩和していません。チーマがないんです。トントン、あいつだ、ペンチピンで。どうするに、あ、でもドラ1なんで今通ったばっかり闇点もありますね。棒に上がれば2着、2着になる、うんうんうん、ただ泣きが入りました。2フール目は竹石6球走、リーチもありますかね。自順、いやー微妙勘です、ね、です。リャンマンのアンカントントン、これリンシャンハイに何がいるか、棒に詰まっています。煮詰まりまくりですよ。煮詰まりまくり。あろうそうだな。なんでも竹石の上がりです。約杯1000点。1000は1600。はい、1900ですか。1900です。3本場、はい。これで3回戦が終了です。トップから一人浮きでルミ。2着に先ほど上がった竹石。3着トントン。4着南の並びで終了です。続きましては最終4回戦目をお届けいたします。